同じものは絶対作りたくないということですね。ですからファンについてもよそが作るんだったらうちはやめちゃうよ。他のモーターもそうなんです。よそができるんだったら何も私たちがやる必要ないじゃない。社会的にそれは意味がないことだと思います。パソコンの小型化とともに、その中で使われる部品も小型化が要求されてきました。内部の熱を逃がす冷却用のファンモーターもその一つです。例えばこれなんかはこういうものに使われてここに入ってますね。ここの今見えますけどもね、ここに入ってますけど、こういう形で、もう本当さ小さなモーターですよね。いや、さらに細いの小さなこれですよ。これはね、例えばヨーロッパの特許、韓国の特許、台湾の特許、米国。白木学さんはファンモーターの小型化薄型化に15年間取り組んできました。こういうちゃんとリボンがついてるんですよ。これが特許証というものですね。これ全部、これはこれだけ、これが例えばファンモーターの特許ですね。基本的な特許です。嘘みたいなって、これこれ、これ全部ですよ。ここも白木さんがこれまでに取得した特許件数はファンモーターを中心におよそ200件、現在出願中のものも含めると600件にも上ります。白木さんは新製品の開発をどのように進めているのでしょうか。こちらヨーロッパ全部出す。神奈川県大和市、この住宅街の中にあるプレハブ建ての建物が白木さんの会社です。階段を上がるとこの会社の心臓部、開発室があります。モーターの回転数や温度などをチェックするさまざまな検査器具に囲まれて若者たちが働いています。会社ではパソコンに使う小型ファンモーターや携帯電話に使われる振動モーターを中心に開発・生産を行っています。この町工場で開発されたパソコンの心臓部 CPU を冷やすファンモーターは世界シェアの半分以上を占めているのです。僕はプラスチックの音はね、詐欺ちゃんはどうしても薄くないでしょ。だから音も大きくなるんじゃないかと思ってるんだよ。だから鉄の方がいいかと思ってるけれども、鉄でまた風切り量がどう踏んでるかよく考えてみてくれよな。白木さんは毎朝若手技術社員の悩みを聞きアドバイスすることを日課としています。これは皮肉なことで向こう逆だな、ちょうどな。これはプラスチック化するやつだな。バランスの方はちょっと取ってないんですか。ああ。どう、音どうだ。音、やっぱこの音ではダメだな。で僕はこのパソコンなどの電子機器の業界では激しい開発競争が繰り広げられています。この段階いかに新しい部品を開発するかが会社の命運を左右するのです。白木さんはお客さんがあると必ずこの試験室のロッカーを自慢げに開きます。実はこのロッカーの中ではこれまでに開発してきたさまざまなタイプのファンモーターの耐久テストが行われているのです。1984年から入っているのもありますし、85年か、これは94年90年、もうこれは85年って結構古いですよね。でも会社の歴史ですよね。そうですね、まあそんなになっちゃいましたね。こんなふうに初期のものだと12年間も回り続けています。ここで得られたデータが新製品開発に生かされているのです。あ、止まってる。ファンモーター開発の歴史、技術、ノウハウがいっぱいに詰まっているこのロッカーは白木さんの宝物なのです。しかしここに至る道は決して平坦なものではありませんでした。ファンモーターもですね、これもやっぱり当時25ミリか30ミリくらいの厚かったです。それをまさにそのままグラインダーで機械でバーッと半分に切りましてね、
そして薄くしてモーターを作っていろんなメーカーに持っていったんです。そうしましたら、いや白木さんね、白木さんの家の薄くってよかったりしてるよと、だけどファンだけはダメよと、あなたファンのこと知らないからそういうことを言うんだろうけども、ファンは薄かったら風が出ないでしょ、風が出なかったら役に立たないんだから、そんなもん作っても意味がないよっていうことを他のお客さんから言われました。小型化、薄型化に成功した最大のポイントはコアレスタイプのモーターを開発したことです。それは羽自体にモーターの機能を持たせた全く新しいものでした。東京秋葉原、電気屋街として有名なこの街に白木さんは開発に成功したファンモーターを持ち込みました。昭和61年のことでした。小型化に成功したものの、当初大手の電気メーカーなどにはほとんど相手にされなかった白木さんは販路をこの街に求めたのです。白木さんが持ち込んだ小型ファンモーターはこの街を訪れる電子機器メーカーの開発担当者やコンピューターのマニアに高い評価を受けました。白木社長の方もね、やはり秋葉原から始まったんじゃないですかね、細かいところ非常に大事にされてますよね。ただまあ ここまで小型の商品というかね、こういったものが志向さんは抜群に先駆者っていうかね、そういったことで白木社長の方でもやってますんで、この辺でもだいぶ、喜んでじゃないですか。昭和63年、当時は60ミリの厚さのファンモーターが主流でした。そんな中、白木さんは東京晴海で行われたモーター展で20ミリの厚さのファンモーターを発表したのです。このモーターにアメリカのコンピューターメーカーが着目し、5000個の契約が成立しました。最初のヒット商品の誕生です。最初の頃は人と同じものをやろうということはとても無理だと思いましたね。だから違ったものをやる、違ったものをやれば競争相手がいないんですね。僕の場合いなければ一番になるじゃないですか、ね、だからたまたまこう新製品発表をいろいろしますと、新聞社は世界一とかそれだと本当ですかっていうことを言われるわけですよ。だってうちは世の中にないもんなんだから、いつも世界一なんです。よそと同じようにやってきて世界一になりましたっていうようなことはようできない。でよそがやってないことをやるからいつも一番なく、次回がこっちの方向、はい、こちらの方にある流れてる。白木さんは今でも月に2回は自らが講師となって若手社員に技術講習を行います。10年近い歳月を要したという厚さ20ミリのファンモーターの開発には白木さんのこうしたリーダーシップがあったんです。この絵ね、この絵のようなモーターを考えてもらえる。さらにその後、小型化への挑戦は続きました。平成6年には40ミリ角で10ミリの厚さのファンモーターの開発に成功したのです。15年間の白木さんの苦労は一気に報われることとなりました。この年、アメリカの大手電子機器メーカーから20万個という膨大な数の発注があったのです。これは桁が絶対間違ってると固く信じました。そんなわけがないと思いましたしね、そんな材料はすぐには整いませんし、生産もすぐにそんなできるってわけじゃないですよね。今は大丈夫ですけども、その瞬間の頃には、まあ、インテルさんに毎日毎日の出荷ですよね、何千個何千個。そうすると今まで日本の他のお客さんが少し出していたのはどうせも出せなくなるわけです。納期を遅れてしまう。それで私としてはまあはっきりインテルさんを取るか他のメーカーを取るかということになりますからね、どうしてもこの際チャンスをね掴みたいという気持ちがありましたから、まあ他の男には本当にその時はご迷惑をおかけしましたけれども、まあ現在そういう方にはなんとか納期遅れを取り返しておりますから、ご迷惑はかけませんでした。でもかなりご迷惑をかけたところにはね、もう何度も謝りに行ったりね、
そういう事情をお話し申し上げて、なんとか今お付き合いをいただいているという状況ですけどね。当時白木さんの会社の工場は国内に1カ所と協力工場だけでした。20万個というのは当時の白木さんの会社にとってあまりに大きすぎる数字でした。生産体制をどうするか、資金繰りをどうするか、白木さんは正念場だったといいます。これは作るにはラインだけじゃなくて部品代もかかりますからね。そうするとそのお金って本当大変です。で、あまりお金がないような顔をすると銀行は余計に貸してくれませんね。で、私はもうどうせならばと思って銀行にものすごく強気になってですね、あるそのちょっとであまり良くなかった銀行の方に私はもう店長に全部お会いして、もう全部やめますと、お宅は全部返してくださいと、全部お金返しますから全部縁を切りましょうというふうに言いましたところ、その銀行古くからお付き合いしたものですから、他の方からの私の友達の関係でですね、その銀行のトップの方の方との話がありました。でたまたまうちが日経の新聞に出たということを向こうさんが知られて、その新聞を見られたところからなんか手のひら返したように変わってくる。でどうせ借りる時にはめちゃめちゃ文句言いました。一切担保は増やさないこと、条件、金利は一番安いことだと、この条件の方一切付き合わない、付き合う気持ちはないと言ったんですよ。私はもうすでに考え方してよその銀行でやると決めてんだと、今から戻すというのはね、それだけの相当のいい条件さんだから私は付き合わんよと、銀行だってエバルだと言ったんですよ。この資金をもとに白木さんは生産拠点の海外展開を始めました。平成7年には上海の工場が稼働を開始、さらにインドネシアやフィリピンでも次々と工場を建設していったのです。20年前たった4人で始めた町工場も技術力を背景に大きく成長していきました。岐阜県で生まれ育った白木さんはミシンの販売修理を手掛ける両親のもとで、子供の頃から機械を触り分解したりするのが好きな少年でした。私はやっぱ発明やりたいっていうことが本当に念願でしたね。で例えば私のおじいさんもそうでしたけども、自分でキセルを作ったりとかね、で私のおじさんが自転車で飛行機作ったりとかね、そういうことを昔やってたみたいですがね。私はその田舎ですか、耕運機ってこうあったんですか、どん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 回ってるのを見てね、下に台があったんですか、台を取っ払ったらね自動車になるんじゃないかというようなことを思ったりね。でやっぱり小学校の時からそのどういうものかなんか発明を自分がしたいなという気持ちがありまして、でそういうことを卒業文書に書いてございますね。発明の志を抱き、白木さんは東京の大学に進みました。そこで特許研究会に所属するとともに、日本学生アイデア連盟という各大学との連絡会を組織し、初代会長に就任したのです。白木さんの行動力を物語る当時の微笑ましいエピソードがあります。発明を志す者にとっては神様のような存在であった松下幸之助さんに、一面識もないまま講演を依頼しに行ったのです。でその時の、発明協会の会長が松下幸之助さんだったんですよ。で向こうも会長だと、俺も会長だということでですね、しかもこちらの方が若いんだから将来性があるだろう。だから松下幸之助さんはですね、将来その技術立国とかいろんなことを言ってました。そうならば私たちの会に来て講演をするくらいの義務があるんじゃないかという逆に勝手に思いまして、で松下電機に大阪まで行きまして、ぜひ来て講演をしてくれないかとかいろいろなことを頼みに行こうと思った。となかなか会ってくれないんですよ。しょうがない、そこにほぼ1日くらいいたんですけども全然来ないわけですよ。で夕方になりましてね、ますますもう2日目くらいだったかな、夕方になりましたらね、向こうの方からトコトコ歩いてくる紳士がいましてね、学生さんって言うんですよ。こっち上がんなさいって言うんですよ。で何ですかったら、名刺もらったら、私は松下幸之助の羊ですと、どうぞお上がりくださいと。それで応接室まで通していただきましてね、でその話をして名刺も出してなんかありましたら、いや分かっておりますって言うんです。どうして分かってるのか、こっちは分からないわ、自分の方は。ところが私のことをね、その3日間か4日間くらいのうちに全部調べたみたい。
大学の方にも連絡してやったみたいですし、それで成績表からどんなクラブ活動やってるかとか全部調べてあってですね、私の分かりましたと、たまたまこの人がその時ちょっとご病気だったみたいなんで会えませんけども必ずお伝えしますと、ご返事も差し上げますということだったんで、まあ帰ってきたということだったんですが、約1週間そんな経験したことあります。大学を卒業して白木さんは特許研究会の仲間4人と今の会社を始めました。会社が軌道に乗った今、奥さんと共に楽しむ週末のテニスが何よりのリフレッシュだといいます。うん、まず先にご紹介ください、白木さんは。あ、またその短い男。まあそれはもうテニスで今日はあれあそこ抜くの難しいんですよ、スマッシュで。ちょっといいこと言えよ。でもやっぱりね、博士なんですよ、どこへ来ても。だからテニスはね、こんなにね、うまくなるとは思わなかった。ところが急にですね、うまくなった。それはね、なぜかっていうと、やっぱりその勉強と同じ一生懸命だってことでしょうな、この人は。テニスのおかげで商売のネットワークも広がったと白木さんは言います。会社がまだ小さかった頃、門前払いされていた大手企業の人ともこのテニスがきっかけで話を聞いてもらえるようになりました。もしもし、もしもし、白木ですが、先ほどのね、中国のあれはどうなりました？僕が行かなくてもちゃんとできるようになります？じゃあ早く調べておいてくださいよ。もしもし、もしもし。この日、白木さんは都内の大手電機メーカーに営業に出かけました。この大きな企業に食い込むことができたのは、担当者とテニスコートで知り合いになったのが始まりでした。この日はファンモーターの大量発注のお礼と、はい、新しいファンモーターの売り込みが目的です。だいぶおたおたしてたからいけるんじゃないかと。ありがとうございます。もううちはその回転下げるとかそういうのとかすぐにも対応いたしますから、これはそれはもう私どもの、コマ抜きというのは非常に苦ですからね。はい、自社生産全部、昔は生産してなかったんです。今は自社生産してますから、一切ライセンスはしないということでやってます。多少採用にあたっては問題になったことが、まあ、他社製品がね、はい、もうちょっとこの冷却能力が良かったというあれがございまして、それで、冷却能力がもうちょっといいよと、志向さんのもうちょっと上がらないかということで、まあ、技術的なこのお願いをしたところが、その対応もまた良かったというところがね、一つ採用になったの、印象が良かったというところが技術屋さんにはあるようですね。昔スイスの営業から帰るとすぐに開発スタッフを集めての会議が開かれます。取引先の苦情や要望をすぐに社内にフィードバックするためです。芸術的なもん、激しい開発競争が繰り広げられるパソコン業界、部品の業界でもこの競争にいかに対応するかが最大のポイントです。ところが社長が営業でお客さんの方に行きまして、話をしている時に40ミリの10ミリのものがありますよ。でお客さんと話をしてますと、お客さんは勝手ですから、じゃあ7ミリだったら買いますよという話をするんですね。そうすると社長が戻ってきて、図面を書く人がいますから、その人と直接話をして絵を描いてしまうんですね。で次に出張行くときにその絵を持っていくんです。こういうの今計画してますよ。そうするとお客さんは期待しますから、じゃあいつまでできますかという話になるんです。でまた社長が戻ってきて部品図まで展開しちゃうんですね、図面まで。それで部品屋さんに発注しちゃうんですよ。そうすると部品屋さんの方から担当者にこの図面とおかしいよとか電話来るんですね。そうするともうやらざるを得なくなってしまう。そういうのがありますから、もう今10個抱えて夫婦言ってる子テーマがあるんですが、それにもっとこう輪をかけて仕事が増えてしまうんですね。はい、うん、でこっちは2号1まで
ユーザーが期待する優れた製品を開発することが営業活動だと白木さんは考えています。この会社では商品を売り込むだけの営業マンは置いていません。優れた製品、それ自体が優秀な営業マンなのです。ああいうの大雑把じゃなくってな、最初の1週間のここ例えばここの部分の駆動回路部分をやろうとか。この日も白木さんは外に飛び出しました。行き先は都内の大手電子機器メーカーです。新製品を持ち込み開発担当の技術者に直接紹介し意見を聞くことが目的です。今の天気の上に乗ってるのと同じやつ。そうです。このものが大体ですね、ペンティアムがずっと熱くなると70度とか瞬間的に思ったんです。取引先との打ち合わせは自分自身を試される場でもあります。しかし白木さんはこの技術者同士の意見交換が製品開発や品質向上を図る上で何よりの情報源だと考えているのです。そうですね、両面テープで現在。あ、両面テープ、そういうテープがあるんです。そう、熱伝導率という、はい、新しい私たちのような製品はエンジニアに理解してもらわないと注文が来ないんですよ。だから時間はちょっとかかるんですね。よそが今売っているものと同じもので値段こうですよっていうのはこれは購買に売り込むものなんですけども、私たちは特に私の営業というのはその購買に売り込むよりもその技術屋さんの方にご説明に行くと、で向こうはえっと驚いてくれてですね、じゃあ使ってみようかとなれば閉めたもの、それがすぐにならん場合もあるんです。その技術屋さんがそんな興味を示さない場合もありますね。そういう時もじゃあ1個2個差し上げておくと使う時期になってあれということで使ってみようかとなれば閉めたものですね。VAVB ってでこれを元に回しよう。白木さんの会社では毎日1時間の勉強会が就業時間中に行われています。今言ったような計算基礎になるね、統計量になる計算はほとんどもう出来上がってきてますから、そのデータを社外のブレーンや顧問の人たちを講師に迎え、モーターに関する技術論だけではなく生産管理、品質管理、時には英会話など幅広い分野のレクチャーが行われています。あります。で要するにそれぐらい大きくばらついたならば、それはもうやっぱり意味のある違いがあったんだというふうに考えましょう。さというのは通常は片側。今私のテーマは自分が何でも考えてやるというのは、彼らにいかに考えさせて、いかに自分から仕事を楽しんでできるようにするか、仕事を楽しめれるような環境をどうやってたら作ってやることができるか、それを今悩んで考えています。でこういうことを実はいろんな顧問の会社にやってもらおうと思った時期がありましたけども、これはね自分の子供を育てると同じですよ。自分の子供をね他人にポンと渡して育ててくれたっていうのは、これは絶対いい子供ができない。自分の子供はやっぱり自分で育てないかと思いまして、それと同じようにこういう計画表とかいろんなどうやったらいいということは今まで自分がいろんな人から教えてもらったことを利用して社員にこうやったらいいと思うよ、こうやったらいいよということを教えていきたいと思っています。白木さんは親子ほど年の離れた社員と根気よく付き合います。将来的には今すぐじゃない。こうしたマンツーマンの指導も人材の育成には欠かせません。値段が高くてもいいからいいものを作る。値段はね絶対に量産になっていくと下がってくるからね。白木さんは半年前から新しい試みを始めました。社員一人一人が仕事の目標とその成果を記録する自己管理表といわれるものです。自分自身の開発テーマを持ってほしい、自分を客観的に把握する能力を身につけてほしい、これが自己管理表の狙いです。毎週初めに自分の目標を立て、毎日その成果を記録していきます。社員に反応を聞いてみました。まだ何とも言えない、始めたばっかりなんで、これが積み重なっていくと自分でその自分のやる仕事がどれくらいかかるのかとかっていうのがどんどん把握してくるようになると予定がどんどん立てやすくなりますから、そうすると仕事の流れもスムーズにいきますし、
数の仕事が同時並行してできるようになるんで、あの、まあ、必ず便利にはなっていくとは私は思ってますけれど、本来的にはこれは僕が見なくても本人が自分で見てすごくその簡単に反省し次へのステップアップになるように考えているんです。そうですね、やっぱり仕事ばっかりやってるとは、それがポッとこう変わることによってなんか発想がポッとできないとね。ですごくこう悩んでることがね、浅い悩みと深い悩みなんですよ。で悩んでることが深い悩みがね、こういうとこ来ると一旦考えないような関係になるし、それがこう浅い悩みに変わってきてですね、それが発想につながるとなりますね。全然違う発想が、つながってくるとかね。そうそう、腹立たしいこともいっぱいありますけどね、ゴミが捨ててね、だからそういうのじゃないことがね、非常にいいと思うし、白木さんは去年この超小型の振動モーターで新たな成果を上げました。それまで6ミリだったモーターの直径を4ミリにすることに成功したのです。この2ミリの大きな壁を乗り越えたことで、バイブレーター着信タイプの携帯電話の小型化やカード型のポケットベルの開発が実現しました。これは振動をバランスを取ってね、外してこんな風にしたというものですね。それもすごい量になってる。そうですね、最初はこんな数が一挙に増えると思えなかったんですが、ありがたいことにアメリカの大手のところがですね、注文を大量にくれるようになりました。まあ、最初は月に3万とか4万そのくらいずっと来てたわけです。それがやっぱりこれがいいということが理解してくれて、バーンと注文増えたと。で最初はこんな小さなもんで本当に大丈夫かなという気持ちが私に正直にありました。でもきっとそういうものでも使える時期がいずれ来るだろうと、これは私の予感なんですよ。予感というか必ずこういうものが、これも重さも違うわけですね、こういうものが必ず軽くなってくると、小さくなるとこういうのにという時が来るだろうと。それはいつか分からない、だけどそれに対してモーターを作っておこうという気持ちなんです。もう事前に作っておくのか。はい、部品が先になかったらセット屋さんは使えませんよね。だから先に部品がありきじゃないかと。白木さんは常に時代の数歩先の可能性を考えています。この振動モーターにも従来の使い方とは違う別の大きな夢を描いているのです。例えばこのモーターはね、直径4ミリですが、この4ミリと思いついたのはたまたま血管の中に入っていくという話があって、直径4ミリですと、と血管の中に入っていけばですね、心臓まで到達します。心臓の手術ができるんじゃないかと思ってるんです。だから先っちょに手術ができるような刃物をつけて、そして行くところ、その場所に行き着くまでは刃物は隠れていて、そのところ先に行ったら刃物がちゃんと出てパッとそれぞれ手術ができる、そんなモーターができたらいいなと思ってますね。会社を起こして20年、神奈川県の町工場は世界の町工場に成長しました。より軽く、より薄く、より小さく、世の中のニーズを先取りして小型モーターの開発に取り組む白木さんの挑戦はとどまるところを知りません。